皆さんこんにちは、ワンダルゲルビッシュです。今回はハーツオブアイアン4冷戦モッド、新しくプレイをしていきたいと思います。まあ、冷戦はね、1990年ぐらいまで続いた、まあ、いわゆる共産主義と資本主義との、まあ、対立、アメリカソ連の対立を、まあ、言うことが多いと思うんですけども、今回はその1960年から始まったシナリオで、その冷戦時代をプレイしていきたいというふうに思っています。今映っているのがですね、当時1960年当時のですね、各国の首脳たちになりますね。アメリカはアイゼンハワー、ソ連はフルシチョフで、中国は毛沢東ですね。じゃあ今回僕はですね、日本を使ってプレイしていきたいと思いますので、日本をちょっと選んでいきましょう。まあ、日本はね、今、経済的にも影響力がかなり低下してきてしまっているという状況なので、今回のプレイテーマはですね、ズバリ Make Japan Great Again ということでね、この1960年から日本を新しく、そして強く、導いていければいいかなというふうに思っています。で、その1960年当時のですね、内閣総理大臣は岸信介さんですね。では早速プレイの方を始めていきましょう。で、この冷戦モードを入れたのとはあまり関係ないと思うんですが、ちょうどですね、ハーツオブアイアン4のアップデートが入って、多分 Windows のアップデートも入ったと思うんですけど、Steam の方からですね、この、ハーツオブアイアン4を起動できなくなり、できなくなってしまいまして、なんかエラーが出てしまってですね、モードをいじることができないので、もしかしたらもうずっと永久にこの冷戦モッドでプレイしなきゃいけなくなるんじゃないかっていう、ちょっと危機感、不安感があるんですけどね。再インストールしてもダメだし、ちょっとね、打つ手がなくて、いろいろインターネットも調べたんですけど、わからないんですよね。もし対処法をご存知の方いらっしゃったら、教えていただけたら嬉しいなと思います。では早速始めていきましょう。まず日本ですね。国家方針とか確認しておきましょう。あまりちゃんと見ていないので、皆さんと一緒にね、ここから見ていきたいと思います。国家方針もやっぱり、オリジナルの発売案の方からだいぶ当然ですけど、変わってますね。ご覧のようなツリー数になってます。アメリカ、ソ連あたりだともうちょっと多いのかなっていう気はするんですけども、それもね、おいおい、確認をしていけたらいいかなと思います。ちょっと面白そうなところを探してご紹介していきたいと思います。ではまず国家方針からですね。陸軍系の国家方針がまず一つありますね。日本語化モッドも入れたいんですけれども、先ほどお話した通りですね、モッドがちょっといじれない、Steam から起動ができなくなってしまったので、日本語モッドを厳選したかったんですけども、ちょっと一部英語のままになりますが、このままご紹介の方を進めさせていただきたいと思います。陸軍系がまず一つですね。あと空軍系もありますね。この後、Make Japan Great Again というからにはですね、当然、軍も増強していく必要があるので、軍の国家方針というのはね、この後ちゃんと確認してみていきたいところかなと思います。あと2つありまして、ソーシャルクエスチョン。あとは、TV ネットワーク系から始まるところになりますが、この先見ておくとですね、まあ、いわゆる文化系と言っていい内容かなと思うんですけども、そういったものが国家方針として用意されているのを確認してあります。まあ、ここは無難に最初はですね、ソーシャルディスタンスではないんですけども、ソーシャルクエスチョンということで、こちらの国家方針を最初にやっておきたいと思います。続いて研究枠ですね。こちらもご紹介先に進めさせていただきましょう。歩兵装備系ですね。ここは1935年から始まってですね、最後は2005年まで続く、まあ、かなり長い研究になりますね。まあ、陸軍の歩兵装備に始まりというところになると思います。支援中隊も、少し数が増えてまして、同じくですね、最終年は2000年というところで、2000年代まで続く内容になっています。コンバット系、まあ、いわゆる後方支援と、あとは今までの戦闘支援に相当するところですね、分かれていますので、これらもしっかり見ていくとですね、
なかなか面白い内容になるんじゃないかなと思います。で、この機械化公平とかですね、あとはこちらにある後方支援系ですね、こういったものがオリジナルのハーツオブアイアンの方から一部派生したというようなイメージで、ほとんど同じだと思います。続いて、タンク系ですね、戦車になります。戦車がですね、まあ、パッと見残念ながら、日本固有のものが少し少ないのかなという印象があるんですけども、ここはですね、陸軍には必須のタンク、戦車になると思いますので、これもね、研究進めていく必要があるというふうに思っています。続いて、海軍系なんですけども、面白いのが、やっぱりですね、ヘビーシップというカテゴリーになっている戦艦と、そして空母ですね。まあ、空母はね、まあ、特に今の時代もそうですけども、大戦の時から空母の価値というものはもうみるみる上がってますからね。これも空母はですね、最終的には2000年代まで突入するということで、いわゆる大型の原子力空母まで研究開発できるということになっています。ドクトリンは同じような形ですね。続いて空軍ですが、ここは見慣れたものがいくつかあってですね、例えばなんですけども、ハヤブサなんかもありますし、あと冷戦なんかもね、用意されてたりはするので、まあ、そういったところから馴染みのあるものを中心に研究を進めていくっていうのもね、面白いんじゃないかなというふうに思っています。で、ここもマルチロール機進んでいくとですね、2000年代まで続いていくという内容になっています。で、オリジナルの発動版にないところで言うとヘリ系ですね。攻撃ヘリ、偵察ヘリ、まあ、こういったものが新しく新設されています。空軍のドクトリンなんですけども、こちらはですね、やっぱり先の対戦のものから大きく変わっているものがいくつかありまして、衛星を使ったものとか、まあ、そういうね、システマチックな空軍のドクトリンなんかも用意されてますので、使っていくと面白いのかなと思います。あとコンピューター系というものが新しく用意されてまして、まあ、文字通りになるんですけども、コンピューターテクノロジーの研究開発というものがですね、新しく用意をされています。まあ、このあたりもね、なかなか面白いですよね。見ておくとね、フラッシュストレージなんて最近だとね、もう SSD 積んだ、PC とかタブレット全然珍しくないですけど、2005年当時なんてちょっと僕なんかの知識だとまだ SSD なんて言葉も知らなかったかな。2005年はちょうど僕が新卒で、社会人デビューした年になるんですけど、まあちょっとまだまだこの辺の知識なかったですね。続いて産業系、これは生産と建造農業になってます。従来のものから大きく変わったところはないのかなと思うんですけども、年代に合わせて内容が刷新されているというところです。で、ロケット系がですね、大きく、従来の発音版演法から増えているところになってますね。まあ、かなり多岐にわたる研究になっていますね。以前はロケット1、2、3みたいな形でジェットエンジンとロケットエンジンぐらいしかなかったと思うんですけども、まあ、いわゆる弾道ミサイルに通ずる技術ということで、だいぶ大きく取り上げられる幅が広がっているというところです。あと面白いのが宇宙ですね。ここはですね、スペースシャトルとかそういうところもあって、今やアメリカと中国のね、宇宙における覇権争いなんていうことも取り出さされていますけども、まあ、そういったところも、この発音版の方の冷戦元に反映されているというところです。そして最後が原子力関係ですね。まあ、原子力関係も、以前だと原子力発電所 1,2,3 原爆ぐらいしかなかったと思うんですけども、ご覧のようにだいぶ数が増えていて、今だとね、原爆持ってる持ってないでその国の、まあ、力脅威みたいなものが評価される部分もありますんで、ここもですね、メイクジャパングレートアゲインというプレイコンセプトである以上は、原爆を持つという核武装をするという選択肢も、持っておきたいと思います。まあ、あくまでもゲーム上の話ですね。で、その他プレイフィールに関してはですね、ほとんど変わりはないですね。アイコンが、まあ、オリジナルのものから変わっているものの建設があって、生産があってと
というところになっています。では一通り、最初の設定だけ進めていきましょう。ではまずセオリー通りですね、研究速度にボーナスがかかるものから優先的に取っていきたいと思います。初期コンピュータ理論、これで研究速度プラス 2% のボーナス入ってきます。これ研究していきましょう。続いてここもセオリー通りになりますが、建設速度にボーナス取っておきます。プラス 5% のボーナスですね。あと生産に関してもボーナス取りたいので、ボーナス取っていきましょう。で工場の生産量、あとは造船所の、ブーストもかけていきたいと思いますので、ここをしっかり取っていきます。もう一つ迷ったんですけども、このアーバンプランニング取っていきましょう。これ進めていくとですね、この先結構美味しそうなものがあってですね、工場、あとは、海軍、まあ、そういったものにボーナスが入ってくるところ取れそうなので、ちょっと思い切って今回ねこれを採用してみたいと思います。で、日本は先ほどご覧いただいた研究枠4つしかないので、研究枠を増やしたいなと思ったんですけども、今確認している中では研究枠をドーンと増やせるものがなさそうなので、今ある4つの研究枠をうまく、回していく必要があるなというふうに思っています。まあ、その中で最初にですね、いくつか国家方針、最初にどれを取るかというのを決めておく必要があるかなと思います。で、陸海空土空軍系、これは今すぐ研究として使っているものではないので、後回しにして先にですね政治力を蓄えておきたいなというふうに思っています。で、いくつかあってですね、労働者の権利に関して一番左ですね、あとはジェンダーとマイノリティ、そしてカルチャーあるので、今回はですね、この中からまずは選んでいこうと思います。で、いずれにせよ一つ選んだらそこから一つまた選ぶという形になっていますので、ここはですねカルチャーにまずは進んでいこうというふうに思っています。で、日本は再び強い国に育てていきたいので、今回はこのプロミリタリーを選んでいきましょう。これやるとですね、戦争協力度プラス 5% 入りますね。タカ派、これを得るとさらに戦争協力度プラス 10% になるんですけど、タカ派まで行ってしまうともう後戻りがなかなか難しいかなというのもあるので、ここはまずプロミリタリーを取ってですね、戦争協力度プラス 5% のボーナス、これを取りに行きたいと思います。はい、ではここから時間を進めていきたいと思いますが、思った以上に日本1960年ですがひどい状態ですね。ここからメイクジャパングレートアゲインはなかなか難しそうです。では最後に、今のですね国の、状況で確認しておきたいと思います。まず陣営マップですね、まあ、特にまだ西側東側で完全に分かれたという感じはしないんですけども、まあ、面白いというか時代だなと感じるのが、いわゆる西ドイツ、東ドイツという形で分かれてますね。まあ、このあたりはしっかり、見極めというかね、日本の行く末というか、どういう舵取りをするかというのは考えていきたいというふうに思います。では今回ね、時間進められるところまで来ていませんが、一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思いますので、皆さんの感想、アドバイス、ご意見お待ちしておりますので、動画のコメント欄もしくはツイッターの方までお寄せいただければ嬉しいというふうに思います。